はい、えー、速っかちの久保でございます。今日もね、YouTube の方にいろいろと来てくださってます案件から紹介していきたいと思います、えー。このようにね、英文で書かれてますけども、最近は簡単に翻訳ができるんですよね。簡単に翻訳ができるんですけども、あと翻訳ボタンが出てないですね。これは一体どういうことなんでしょうか。そういう場合は、こういうふうにコピーペーストでですね、翻訳サイトを立ち上げることができます。 えっと、こんな感じですよね。で、ここに、英文をパシンと入力すると、ちょっとすいません。画面がね、こうですか。こんな感じですか。はい。じゃあ翻訳していきますよ。こんにちは、コンテンツクリエイターの皆さん。私のことですね。あなたはとても忙しいコンテンツクリエイターでしょうが、私の宣伝文句であなたの時間を占拠することを許しますえ。つまりは宣伝をしてくださいってことです。私は、 ピクナルスタジオの広告担当ですが今度 YouTube で大規模な広告キャンペーンを行いしました私たちの広告フォーマットを説明しますので価格を提示してください大体これがだから10万円から15万円からです御社の YouTube チャンネルに広告を出すのに最も適した形式は次の動画の冒頭に30秒の広告を挿入することですつまり私が動画を作るたんびにその冒頭30秒のところに、えー、この会社のですねゲーム広告かなんかの広告を入れてくれたら報酬を10万から15万払いますよってことです ビデオの内容に関して特別な要件がありますかというかで書いてますので、すり合わせしましょうってことです。で、私たちはあなたのチャンネルをあなたのものだと考えているので、交渉してるんですよと必要な情報だけでなく、 えー、反則資料も全て今し私たちのオファーに興味があればこのメールに返信してあなたの広告単価を教えてくださいつまり10万から15万ですまたはあなたの YouTube チャンネルの活動に基づき私と相談することができますということなのでこちらの方に、えー、返信をしながらね相談することができるってことになります、はいえー、という形でね えー、メッセージをいただきまして、これに受けるかどうかは私次第ということになります。だから、こういうのがね、毎日何本も届いてますので、あの、週に1本、こういったオファーに答えれば、大体いい月収が40万から50万ぐらいになるっていうのがわかると思いますんで、YouTube のチャンスを探していっていただければなと思っているわけでございます。それでは以上です。